ルイス・フェリペス・コラーリ、ルイス・フェリペス・コラーリ、ルイス・フェリーペス・カラリー、1948年11月9日帯は、ブラジルリオグランデドスルシューパッソフンド出身の元サッカー選手、現サッカー指導者、カンピオナーとブラジレーロ・ S.E. パルメイラス監督、現役時代のポジションはディフェンダー。ブラジルでは、フェリポンの愛称で呼ばれる、スコラリ、 ルイス・フェリッピス・コラーリとも表記される。選手としての実績は乏しいものの、指導者としてグレミをパルメラスでコパリベルタドーレス制覇に導き、名称の地位を確立。日本でも1997年にわずか4ヶ月だけでは、あったがジュビロ・イワタで指揮を取り、後の黄金時代の基礎作りに貢献した、当時の登録名はフェリペ。実施のカルボーネが、 1996年9月にリーグ戦2試合のみの出場だったがカシマアントラーズに在籍した。2001年コンフェデハイでの不審を受けて解任されたエメルソン・レオンの後を受けてブラジル代表の監督に就任。翌年の日韓 W 杯ではロナウドやリバウド、ロナウジーニョラ圧倒的な攻撃力を要してチームを優勝に導いた。一方で規律を重視し、 スターであったロマーリオを代表から外したことでも話題を呼んだ。ブラジル代表監督を退任後、ポルトガル代表監督に就任。こちらでも複数のベテラン選手を容赦なく外した。ビトール・バイヤーを外した時、メディアは容赦なく批判したが、聞く耳を持たなかった。結果、ユーロ2004では準優勝に導き、2年後のドイツ W 杯でも4位と検討した。 W 杯ではブラジルを率いた2002年大会の初戦から2006年大会の準決勝でフランスに敗れるまで監督として2戦負けなし PK 勝ちした2006年準々決勝のイングランド戦は引き分け扱いになるため連勝記録としては11という大記録も樹立した2008から09シーズンチェルシーの監督に就任欧州クラブで 初めて指揮を取ることとなったチェルシーでは、モーリーニョ、グラント時代からのカウンターサッカーが主体となっていた、チムにホゼッションサッカーを取り入れ、シーズン序盤は大量得点での勝利など、順調に勝ち点を積み上げていたが、マンチェスターユナイテッド、アーセナル、リバプールとの対戦では、勝利を得られず、順位も2009年2月で4位と交代。2月9日、クラブから監督職を解任された。 その後、ウズベキスタンのブニョドコルの監督を務めた後、2010年7月から、ブラジルのパルメーラスの監督に就任したが、成績不振により2012年9月に解任されている。2012年11月29日、自身2度目となるブラジル代表監督就任が発表された。2度目のブラジル代表監督として2013年の、 コンフェデ杯2013で優勝したものの、地元開催で優勝が期待されていた、ブラジル W 杯では準決勝で、ドイツに1の7という歴史的大敗を喫し、開催地にちなんで、ミネーロンの惨劇などと呼ばれる、3位決定戦でも、オランダに0の3と完敗。2試合で10失点という惨憺たる結果に、スコラーリへの批判が高まり、ブラジルサッカー連盟は、 大会終了後の7月14日に辞任を発表した。2014年のブラジル W 杯後の7月にグレミオの監督に就任し、2014シーズンはカンピオナーとブラジレーロ、ブラジル全国選手権で7位。また2015シーズンは2試合を終えて1分けいっぱいだった。2015年5月19日にグレミオの監督を辞任したことをクラブ公式 HP 上で発表した。 ロミュードボーザン会長が会見を開き、ルイス・フェルペ・スコラーリは事実上、もはやグレミオの監督ではなくなった。コーチも含めてだ。彼は今朝、辞任を申し出てきた。彼の、このクラブでのサイクルは終わり、クラブもそれを理解したと、スコラーリ監督が辞任したことを認めている。2015年6月4日、公衆被差し内藤田から足玉クラブの監督に、就任した。 ブラジル南部での指導キャリアが長く、その試行するスタイルはどちらかといえば、アルゼンチンのサッカーに似ている。クラブレベルではフィジカルを重視した組織的な守備を基本とし、チーム作りを得意としている。ジュビロ祝った時代に、彼の下でヘッドコーチを務めた、桑原隆は、守り方についての非常に細かい指示と、オフサイドトラップを確実性がないからと履いていたことが、 印象に残っていると語った。攻撃はヘディングの強い FW とそれをサポートする選手の組み合わせやロングボールやサイドアタックによる速い攻撃を好むが、攻撃は選手の個性に任せる。桑原が質問したところ、備えは教えられるものだが、攻撃は教えるものじゃないと考えているから、選手の個性を重視したいと答えたという監督である。ため、 タイプの違うタレントが揃っている場合は、躊躇なくそのタレントを基礎にした戦術で戦う。戦術の引き出しが多く、使い分けが巧みな監督であると言える。選手の発掘もうまく、それまで試合に出ることは愚か、全くスタメン出場のない奥大輔のプレイスタイルを高く評価したフェリペは奥をレギュラーに抜擢し、フェリペは半年足らずで対談してしまったが、 その後もレギュラーに定着した奥は急得点を挙げる、活躍を見せ、チーム初の年間優勝に貢献した。一方で、チェルシーの監督時代には、欠点も露呈した。初期には、戦術面である程度の評価、実績は得たものの、起用法をめぐって、ディディエドログバとの折り合いを悪くしたり、練習メニューが甘すぎるとして、首相のジョン・テリーラから改善を求められる。 あとにテリーは自ら練習をしきらざるを得なくなったなど、トラブルが頻発。それに合わせるように成績も足踏みが続くようになり、シーズン途中で解雇されることになった。タレント集団の長期的マネジメント能力、人身掌悪力に問題を残したと言える。すべて監督時代、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。